作っていく、さらに選択的夫婦別姓などジェンダーの平等を実現し、森かけ桜を見る会の真相解明、そしてこの共通政策を実現するための政権協力で合意をし、こうして全国で候補者を一本化して戦う選挙になりました。世論調査を見ても野党の候補者の一本化に期待の声が高まっています。皆さん、この選挙、皆さんの一票で政府を変えることができる、政治を変えることができる、そういう選挙になってきています。どうか党派を超えて野党のその勝利を、政権交代の実現を力を貸してください。どうかよろしくお願いを申し上げます。共産党は今度の選挙で4つのチェンジということを訴えています。まず弱肉強食の社会を変えて、やっぱり暮らしを支える政治にしなければいけません。何よりコロナの問題でそのことが浮き彫りになりました。今井戸正恵さんからお話あったように、コロナにかかっても検査も受けられない、病院にも入れない、先進国でこれでいいのか、ワクチンの接種と一体に大規模な検査をやって、誰でもいつでも無料で PCR 検査を受けられるようにする、そういう社会が必要です。 GoTo トラベルよりも GoToPCR で誰もが安心して検査を受けて旅行に行ける社会を作るのが政治の仕事じゃありませんか。そしてこんな時に病院を潰すような政治も変えなきゃいけません。公立公的病院400超える病院を名指しで統廃合しようとしてるんですよ。厚生労働大臣は公的病院にコロナ受け入れを要求すると言いました。待ってください。だったらば病院の統廃合をまず全面撤回すべきではありませんか。そして暮らしを支える支援が必要です。失業者を出さない対策が必要です。店を潰さない保証が必要です。持続化給付金と言いながら1回だけでは持続できません。繰り返し出させなければいけません。暮らしが大変な人の手元に直ちに届く給付金、これも野党は直ちに暮らしが大変な人に10万円出そうじゃないか、こういう提案もしています。私初日沖縄で街頭演説やったんですが、その前の日に沖縄の共産党の事務所に電話がかかってまいりました。ある精神を病んだ方、生活保護を受給しているとおっしゃいました。安倍政権以来生活保護費がどんどん削減され、ギリギリの生活を強いられてきた。10年間洋服を買ったことがない。そして10万円の給付金が出て10年ぶりにうなぎを食べた。皆さん普通にこういうの食べてるんでしょうか。この10万円の給付金もう一度出してもらえないんでしょうか。生活保護費の削減はやめてもらえないんでしょうか。小池さん明日来るんだったら伝えてください、そういう電話だったそうです。こういう声に応えるのが政治の仕事ではありませんか。こういうのはばらまきでも何でもない、生きるために必要な分配じゃないですか。岸田さんは成長か分配かなんて言ってます。違います。問題は誰に分配するかではありませんか。大企業や富裕層にはもう嫌になるほど分配してるんです。中小企業に分配を、暮らしを支えるための分配を、働く人に分配を、皆さんその声を今度の選挙で上げていこうではありませんか。ケアに手厚い社会にしなければいけないと思います。コロナで日本の医療介護の貧しさが浮き彫りになりました。介護や保育で働く人の平均賃金、全産業平均に比べて月10万円も少ないんです。自民党は介護従事者に感謝しろなどと言っている。感謝するなら金をくれと言いたいではありませんか。働く人の使い捨てもやめさせようじゃないですか。コロナの幸せはパート、アルバイト、シフト制の労働者に押し付けられています。明日から来なくていいよと、簡単に仕事を奪われ、まともな休業手当も出されない、こんな無権利状態を変えて正社員が当たり前の社会に切り替えていこうじゃないですか。中小企業にドーンと支援をして、最低賃金は全国どこでも時給1500円、
バイデン政権だってやっている。8時間働けば普通に暮らせる社会をご一緒に作ろうではありませんか。そして消費税、この間安倍菅政権9年間で2回も増税しました。 5% を 10% に引き上げました。税金の取るとこ間違ってます。富裕層、大企業がお金貯まってるんだから、そういったところに求めるべきです。で、富裕層っていうとちょっと心配そうな顔する人がいるんで一言申し上げておきたいと思います。私たちが考えている所得税の最高税率を上げる富裕層というのは、課税所得で3000万円以上の方考えてますから、まあ、ほとんどの方はご安心いただけるのではないかなというふうに思っています。そういったところにしっかり負担を求めれば、消費税なんて必要ないんだ。皆さん、世界62カ国ではコロナ対策で消費税の減税やってます。これをやろうではありませんか。中小零細、フリーランスを苦しめるインボイス制度もきっぱり中止を、皆さんこの声を政権交代で実現しようではありませんか。地球の未来を守ろう、これも第二のチェンジです。皆さん、ノーベル物理学賞を受賞する真鍋淑郎さん、気候危機はコロナと並んで人類の危機だとおっしゃって、その通りです。しかし岸田政権にはあまりに危機感がない。その最たるものが、これから石炭火力発電所を9カ所も作ると言っていることです。国連事務総長は2030年までに撤退しようと言っている。ところが日本はこれを作ると言っています。そして原発頼みだ。しかし皆さん、最悪の環境破壊を起こした原発を環境のためだと言って推進する、こんな恥知らずな政治はありません。原発のない脱炭素社会、野党共通政策です。これも政権交代で実現しようではありませんか。共産党は具体的な提案、数字も示しています。2030年までに省エネルギーと再生可能エネルギーで温暖化ガスを 60% 削減をする。2050年にはゼロにするという提案です。再生可能エネルギーの地域発電所というのは、これ雇用を生み出します。寂しい経済にしようというのではありません。250万人の雇用を生み出す、そういう可能性を持っています。循環型経済で地域を元気にして地球の未来も守るという道を政権交代で実現しようではありませんか。3つ目の点、ジェンダー平等社会を作りたい。先ほどからお話ありますように、日本のジェンダー不平等は世界に比べても本当にひどいものがあります。その根底にあるのは男女賃金格差です。女性の賃金、平均賃金は男性の 55% です。40年働けばその格差は1億円近くになる。年金の格差に連動しますから、もっと格差広がってまいります。これを正せ、企業に男女別の賃金を公表させることすら自民党は拒否をしています。このくらいのことをやらせて、男女賃金格差を見える化して企業に格差是正の努力をやらせる、そういう政治に変えていこうではありませんか。選択的夫婦別姓、結婚したら名字を自由に名乗れるようにしよう。世界では当たり前なんです。法律で同性を強制しているなんてのは日本しかありません。強制的夫婦同性制度です。ところが皆さん、この間の党首討論会ご覧になりましたでしょうか。一人だけ選択的夫婦別姓に反対だと言った方がいました。岸田文雄さんです。3年前の参議院選挙の党首討論会でも同じことがありました。やっぱり岸田政権というのは第3次安倍政権なんだな、これで本当に第3次になってしまうと私は思いました。皆さん、でも岸田さんはね、様々な意見があるから選択的夫婦別姓はもう少し時間がかかるとおっしゃってるんですね。世論調査見ると大体様々といっても、今多数の方が賛成だと言っています。大体様々な意見があるから選択できるようにしようと言ってるんじゃないですか。なんでこれに手を抜けるのか。 LGBT 性的少数者に対する差別を認めない法案、これにも自民党は反対した。先ほど小泉さんからあったように、 LGBT は
種の保存に抗う性的少数者は道徳的に認められない。わけが分かりません。道徳的に認められないのは自民党じゃないかと私は思うんです。もうこういう時代遅れの人たちには選挙の一票で退場していただけなければいけないんじゃないでしょうか。そして最後4つ目のチェンジ、平和日本を作りましょう。安保法制強行から6年で危険は本当に強まっています。台湾海峡で緊張が高まっている。米中が軍事衝突した場合、安保法制を発動すると自公政権は言っています。そんなことしたらどうなるか。台湾には米軍基地はありません。沖縄が最前線になってしまいます。こんなこと絶対に許してはいけない。軍事対軍事の悪循環には共産党は反対です。大体中国が台湾に軍事的に干渉していること、共産党は厳しく批判をしています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射する、厳しく抗議をしています。これをどうやって抑えていくのか。私はこれは外交の役割なんだと思うんです。日本はまともな外交をやっていないじゃないですか。尖閣諸島の領海侵犯を中国が繰り返しても懸念の表明にとどまり抗議もしない。千島列島の不当な選挙に対してロシアには譲歩に譲歩を重ねている。そしてアメリカの辺野古新基地建設にも高額な兵器の爆買いにもいいだくだくと従っている。こういう自主性の会ない屈辱外交から抜け出して憲法9条を生かした積極的な平和外交を進めることこそ世界で日本しかできない役割なのではないかと私は思います。あのアフガンで井戸を掘り砂漠を緑に変えていった中村哲先生、私は本当に尊敬する先輩です。あの中村哲先生は殺されてしまって本当に無念ですが、こうおっしゃっていました。憲法9条があるから自分は守られているんだ。憲法9条は絶対に変えてはいけない、永遠に変えてはいけない、中村先生はおっしゃって、私はあの中村哲医師が示したような仕事こそ日本が憲法9条をもとに国際貢献していく道なんだ。ここに日本外交の進むべき道がある、そう思っております。どうか皆さん力を合わせて、こんな時に憲法を変えるなんて愚かなことは許さないという声を井戸正恵さんに託してください。よろしくお願いを申し上げます。岸田さんは広島出身の総理大臣だと胸を張りながら核兵器禁止条約にも背を向ける。ならば今度の選挙、9条を生かせ、平和を守れ、核兵器をなくせ、その願いは政権交代で実現しましょう。比例が共産党、どうか広げてください。よろしくお願いを申し上げます。皆さん、今度の選挙は2つの投票がございます。最初の投票は小選挙区です。この東京中国はどうか皆さん、自民党の政治はこれは変えたいんだおっしゃる方は、どうか党派を超えて井戸正恵さんに皆さん一つに集めて伝えようじゃないですか。テレビ出ると維新の皆さんは野党の共闘の攻撃ばっかりやってるんですね。もう自民党の応援団だなと僕思うんです。ああいう人たちにもちょっとお引き取り願いたいと思っておりますので、どうか小選挙区は井戸正恵、党派を超えて井戸正恵、広げに広げて必ず勝たせてください。よろしくお願いを申し上げます。そして2回目の投票は比例代表選挙です。政権交代を実現するためにも、そして交代した後の新政権を支えるためにも、共産党の議席をうんと伸ばさないといけないと思うんです。どうか皆さん、2回目の投票は比例は共産党、小堤あずまさんも先頭に頑張っている共産党、どうか伸ばしてくださいますよう心からお願いを申し上げます。東京中国から行くぞ政権交代、井戸正恵さんと一緒にみんなで進みましょう。ありがとうございました。どうかよろしくお願いを申し上げます。皆さん、この選挙で政治を変えましょう。そして政権を変えましょう。そのためにもどうか井戸正恵候補、みんなの力で押し上げようではありませんか。
そして日本共産党比例でどうか伸ばしてください。そのことを心から申し上げまして、ご当地をお借りしての移動またへ街頭演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。